皆さんおはようございます。マーティン、ダの脈クボーイ、キングタグです。キングタグ検定、私に関するクイズを出題したいと思います。全部で10問出す予定。では、第1問。私がハマってる YouTuber の動画は何でしょうかえー、バンユン、カジサック、ムコさあ、どうでしょう正解はムコでした。まあ、野球 YouTuber ハマってます、最近。はい。見てます。 第2問。今ハマってる曲は何でしょうディッシュの猫。あるのうっせぇわ。えー、北島三郎の祭り。どれでしょうさあハマって今ハマってる曲です。私二問目。正解は、あるのうっせーわでした。うっさぁうっせぇわ。あんたが思うよりギャングです。 一切薄いもんようなあなたじゃわからないかもねつまねえメロディーうっさうっさうっさ、うん、ね問題はなしこれはまってます第4問目私が今年の誕生日に頼んだものは何でしょうかワインオードブル タピオカミルクティー。正解はオードブルでした。なぜオードブルか。今年は新型コロナウイルス感染拡大で、まあ、東京大地おのあの券を使ったホテルオードブルを購入予定です。もう中予約はしてますけど。はい、第5問目。去年の11月、仙台に来ました。仙台に行って、まあ、この後、ある事件、ある事件が起きたんです。それは何でしょうか。風邪をひいた。 両膝を怪我した。腰を折った。というか。正解は実は両膝を怪我したんです。すぎ傷でした。なんとかどうやら大丈夫ですが、怪我をして出場できしました。はい。満身創痍でない中。チャレンジマッチで最高スコア155を出しました。チャレンジマッチでの自身最高スコア。次に200目指したかったです。第6問目。 えー、山形ファミリーボール最後に参加したチャレンジマッチは何でしょう大品をチャレンジマッチ。安藤瞳チャレンジマッチ。川崎由衣チャレンジマッチ。正解は、安藤瞳チャレンジマッチでした。それ最後に出て、あれ以来、1年以上チャレンジマッチ山形ファミリーボールでは出ておらず、コーナーキャットボール仙台でのチャレンジマッチ、去年行きました。第7問目。 私の公式チャンネルは2000回はすでに到達してます。その2000回の最年少年齢は何歳何ヶ月何日でしょう ?22 歳、えー、11月11ヶ月27日、22歳11ヶ月26日、22歳11ヶ月25日。どれか。これ難しいですね。正解は22歳11ヶ月27日でした。昨日の記録です。はい。 第8問目。第8問目。え P、ー、リーグ、私ハマってまして、えー。一番、私にとって P リーグ一番大好きな選手はどれでしょう寺下千佳さん、小野上萌香さん、川崎結衣さん。8問目。一番大好きな選手。正解は川崎結衣さんでした。もう。 大好きでも、笑顔が素敵で非常に愛嬌ある美人でございます。第9問目。えぇ、ー。山形で、まあ、次行きたい飲食店はどこでしょう山形、山形県内、次行きたい飲食店。安楽店、牛角、えー 焼肉キング。まだ、ヒントまだ行ったことがない場所です。正解は牛角でした。ぜひ行きたいところです、私。はい。では、最後の問題、行きたいと思います。最後の問題。えー、私と同じ拓夢という名前がプロ野球球団におります。そのプロ野球球団はどこでしょう読売ジャイアンツ。広島東洋カープ。阪神タイガース。 私と同じ下の名前です。正解は、阪神タイガースでした。中野拓夢選手。確か、日大山形から大学として社会人を経て、今でも勝つ。阪神でまあ、ルーキーでまあ、頭角を表している選手でございます。ショートとして。というわけで以上です。バイバイ。